平戸、ど、たくのキリシタン遺跡。5番目は、リュウガンの供養塔、サバ大使をご案内します。ここは昔は、イエス使いの領地だったとかで、1616 16年元和2年に設立された。境内には、等身大ほどの、日が2つ立ってます。リュウガンは浄土宗で、本尊は阿弥陀如来になる。は、 森礼子氏のキリシタン氏の謎を歩くより抜粋。境内の端に等身大ほどの火がにきたっている。一機はキリシタンの帰教者たちが建てた殉教者の供養塔で、もう一機は元禄9年に佐川朱雀が建立したキリシタン供養塔のサバ大師。佐川朱雀なる人物が誰か 何故元禄九年かは不明。キリシタン氏の謎を歩くより、元禄九年は1696年、佐川主目は平戸藩の松浦重信に仕えた国老で、平戸城の下にある亀岡神社の鳥居について佐川主目が建立したと言われている。佐川主目のお墓は、 平戸どの最強寺に葬られているようで、寛永元年1624年、死去とあるので、このサバ大使との関係は不明です。右側がサバ大使と、左手にサバを持ってるように見える。全国的にサバ大使としての工房大使伝説もある。岳島でもこんな大きな等身大の日は、 ここだけしかありませんね。徳島の対岸の平戸島にある田野浦には、工房大使が来たと伝えられている。田野浦にある工房大使像は、高さ7メートルで台座を含めると16メートルあり、石像の空海としては日本一を誇ります。サバ大使の由来を調べてみると、漁獲物の一部を収支、 アミコたちが無償で持ち帰る、カンダラという風習と関連するとも思われる。一方、古い街道筋の要所である、坂や峠に僧が、サバを手に持つ像を祀って、サバ大師、と呼び、工房大師が旅僧の姿で、サバ一匹を凍ったのに、商人または孫が荷物のサバを与えなかったために、 罰せられたという伝説を伝えている場合がある。徳島県天郡海南町サバセの八坂屋浜の伝承は代表的であるが、これは坂屋峠の神に食物の発砲を備える風習と、これを仏教でサバサバと称したことが天下天下してこの伝説となったらしい。工房大師、空海のサバ大師、 伝説は全国にあるが、当時の平戸ではここ、徳島だけだったかもしれませんね。左側はキリシタンの帰京者が建てた供養塔で、万霊塔と記されてる。平戸の各地では三階万霊塔と呼ばれ、多くの塔が存在する。右の杖は木でできていて、交換できるようになってます。 下の台座には天保14年、青いう1843年と記されている。